皆様こんにちは。札幌グルメひんなひんなの宗です。本日ですね、ご紹介いたしますのはすすきのにございますうなぎ屋さん角屋というお店でございます。もうご存知の方めちゃくちゃ多いんじゃないでしょうか。すすきののミスタードーナツの向かい側でございます。もう常に美味しそうなね、うなぎのタレの匂いをさせてですね、気になってた方はめちゃくちゃ多いんじゃないでしょうか。ただ行ったことない方も多いんじゃないかと。僕もその中の一人。17年、8年ね、札幌に住んでて一度もなかったんですよ。ただあとですね、お恥ずかしながら初めて自分のお金でうなぎを食べたような気がするんですが、今回いいうなぎを食べてまいりました。スタミナつけて頑張りたいと思います。ではですね、今日は角屋さん、どんなお店かご紹介したいと思います。どうぞ。はい、今日のお店はすすきのミスタードーナツ向かい側、有名なあのね、匂いが気になってた方も多いはず、うなぎの角屋のご紹介です。店内はね、入り口にアルコールを設置。さらにね、これ見てください、今日のうなぎと言ってね、ちゃんと産地も明記、さらには焼き手さんもね明記されております。店内はね、古民家を意識したような作りで、ただいま原石をしたり CO2 センサーや入念な対策をしています。正直ね、こんなにうなぎ料理たくさんあるんだと驚きました。まあ、今回はやはりメインのうな重のご紹介です。ちょっとね、今回贅沢に上うな重にしましたが、ご飯ね、大盛りはお重みっちみちで、もう数百グラム入ってるので気をつけてください。かなり満足できると思います。それではいただきます。まずこの気持ちが溢れる笑顔、一口ですね、口の中に入れた瞬間私びっくりしました。なんと高いうなぎって口の中でとろけるんだと、これにはびっくりしました。ご覧いただいた通りね、身も全然肉厚じゃないんですよ。逆に今まで食べてたものがどれだけ肉厚に太らされてたのかなって、ちょっとねギャップに驚いてしまいましたね。お次は肝水でございますがね、ビタミンが豊富な肝ですがね、なんかね苦いのかなと思いきや、特にね味というか無味に近い、やはりね三つ葉の香りと丁寧なお出汁が最高でございました。お次はタレなんですがね、これね全然甘ったるくないんですよ。どちらかというとほろ苦いで、なぜかなと思ったら、なんと焼いたうなぎの骨が隠し味に入ってるからだと、これにもびっくりしました。脱帽でございます。そして最後はこの皮の部分もね、薄くてブヨッとした食感は全くございません。今まで食べてたものはね、やっぱり何だったのかなと思いました。ただね、美味しすぎて山椒を最後まで忘れてしまったのが本当に後悔でございます。今回ね、角屋さん本当に素晴らしい高級なうなぎでございました。ぜひね、気になっている方行ってみてください。ごちそうさまでした。はい、すすきの角屋さん、いかがでしたでしょうか。もう
美味しい、まあ、今回のね上うな重というのは4000円だったんですけども、正直ねちょっと今まで食べてたものと全く違ってびっくりしました。今までねこうタレは甘かったんですよ、僕が食べてたタレっていうのは。ただこちらのタレ、あのうなぎの骨を中に入れてほろ苦いんですよ。うわマジかと、こういうタレもあるんだなっていうのがまず驚きましたし、あとうなぎもねちょっとこれも今まで食べたやつと全然違って、なんかこうふっくらしてる、ごめんなさいね、あのお寿司屋さんとかで、あの回転寿司屋さんとかで食べる感じのうなぎはふっくらして、こうなんかこうちょっと皮もゴムっぽいというか、そういう感じがあったと思うんですが、もう全然そんなことない。皮もね、皮じゃない、身もねふっくらしててね、舌の上でこう溶ける感じなんですよね、とろける感じで、身がなんか分厚い方がいいのかなと思うけど、別にそんなことないんですよね。身はね結構薄いんですけども、舌の上でねもういなくなる、歯がいらない感じで、あれにこう醤油のとでほろ苦いタレが絡んで、大人のうな丼食べてるなっていう感じがしました。でご飯大盛りにしたんですけども、やばいです。ちょっとしない、普通に食べたい方はしなくても全然多いかもしれないです。もう、みちみちお重に入ってたんですけども、僕、これ何グラム ?400、500とかは入ってると思います、ご飯。それぐらいパンパンに入ってて、個人的にはもうちょっとご飯のところにタレが欲しいっていう、ちょっと子供感覚かもしれないんですけども、に思ったんですが、めちゃくちゃ美味しいうな丼でございました。ほんとね、十何年。立ってやっと行けた門屋さんのうな丼。まあ今ねちょっと今回からもマンボウが出て営業時間のが短縮だったりとかするしてるので、気をつけて、お昼の時間からねやってるので、営業時間に気をつけてぜひぜひ行ってみてください。素晴らしいうなぎ屋さんでございました。今回あとね僕ね双葉だとかこうちょっといろんなうなぎ屋さんまた行きたいなと思ってるので、こういうお店もご紹介していきたいと思います。では今日はここまで、バイバーイ。